大阪南港のインテックス大阪であさってまで行われている関西物流展。自動運転でトラックに荷物を積むフォークリフトや荷物の搬送ロボットなど、物流業界の効率化につながる製品などが展示されています。今回は出展数が過去最多の376社に上るなど、いつにも増して注目を集めています。その背景にあるのが、物流業界をめぐっては今月からトラックドライバーの残業時間の規制が強化され、今までのような長距離輸送ができなくなるなど、輸送能力の低下が懸念されています。コスト的には下がるってことはないんで、上がっていくことしかないですから、そこの効率化を求めるなんかいいアイデアないかなってことで今日は来場しています。うちのお客さん集めて勉強会はしたりはしてるんですよね。業界全体としてこう動かないと、お客さんも含めてね、ちょっと解決できない部分があるなという感じです。こうした状況の打開に向けたサービスも登場しています。今月下旬に提供開始予定のサービス、サバケル。システムに荷物の種類や保管に必要な面積などを入力すると、かかる費用とともに空いている倉庫と荷主をマッチングできるというものです。このシステムを活用して中継地点となる倉庫を設けることで、ドライバーの運搬距離を短くし、長時間労働の解消にもつながることが期待されています。またこのシステムでは、隙間時間で働きたいドライバーなどとのマッチングもできるといいます。セールがあったりとかですね、半間の波がありますということは、その閑散な時期に床が空いてしまって、その何ヶ月だけ床が空くんだ、こういうこともよく起きますので、そこを上手に活用しましょうと。正しくマッチングをさせていくことで、無駄を排除して、でその無駄の排除が24年問題の解決につながる、そんな一助になれればと。新たな技術で物流業界はどう変わっていくのでしょうか。